皆さんお待たせいたしました京都グリーンリーグ準決勝 B 卓本日の3半チャン目となりますえ津田さんが2連勝で大井さんとのポイント差が59.8ポイントと、はい、うーんいよいよどちらかか分からなくなってきましたがはいでは本日、はい、残り3半チャンで決まりますでは、はい、え本日の3半チャン目スタートしてください津橋さんがそろそろ来られるらしいんですがまだ来てないはい 並び順です。えー、ちいちゃ小室優,優となんちゃ津田隆ろそしてシャーちゃ大井は春、ペーちゃ鈴木優、うん、ドラはウーピン。津田さんが大井さんの神茶ですね。津田さんが大井さんの神茶、そうですね。はい。鑑賞できる位置。はい。59.8ポイントって。いやー、もう、もう全然ですよ、ほんとに。はい、もう、ちゃんでね、んこんなことになると。なるとは。 でも大井さん全然何かなんか悔やんでましたうーんまああのえー、っとウッパワンの闇天のやつはね大井さんもなんかあの津田さんが小室さんにマンズを泣かせに行ってる感がすごいなんか出てたからちょっと今直撃取れるんじゃないかって言ってあんまり後悔しなかったみたいですけど、ね、はいはいはいうーんさてローハンが貫通ローハンが貫通になりましたね お、鈴木さん、じゅんちゃん、ドラムピンですけどはいじゅんちゃんっていうか、シートイアナーさつさん、ピンズのメンツが完成しましたはい、大井さん一気に染めに行ったえ、そうなんん大井さん染めに行ったよ あ、違う。小室さん10半チャンで予選のアサピンのマイナスに並ぶって書いてある。<laughs> <laughs> それに、まあままね、それに、そう、なんて言っちゃって。<laughs> こっから3半チャン出すなら、なるかもしれないですけど。<laughs> うーん、パワーがアこった。ね最初、第一は数ピン切ってるんですよね、これ。はい。4万。 鈴木さんは残り3半ちゃんで、要は津田さんにまくらえなきゃいいんで、160、160ぐらい。これもまあなんか、微妙に、微妙ですよ、ね、ってあり,ます、ね、あり得る数字になっちゃってるんですよね。だってトップ,プロス1回で80、まあ、100変わるとして。うん、なんでまあ、あ<れ>津田さん、大井さんの通過っていうパターンがなくはないと。本当だ。 ていうか、これ、津田さんがトー、三本茶あったら津田さんがトータルシーになるパターンまでありますなくない、ね、必要なくはないですね。うん、なんで、ちょっと鈴木さんの立ち回りにも注目したいところです。はい。大井さん、まあそんなに後悔してなかったですよ、パウードも。なんか、なんでパワンドがあそこにいいんだよっていう感じのタイミング悪いなって言ってましたけど。じゃ本一 うん。さあ、本一の選択ですが、ペチュンが、チュン一切れ。まあ、鈴木さんがね、この捨て牌なんで、自牌はちょっと期待できないですね。はい。はい。まんべんなく全部の色切ってるんで。そうですね。さあ、津田さん、おいい手になってきたぞ。まあ、安蔵ですか。1枚切れてる方。 横に伸びて強いのは、ね、まあ三増引いた時の方が強いですけどまあそれは別に完全なロスじゃないですからね三増引いても全然完全にシャンテン崩れるだけで一応ンピンとかウーピンとか重なった時にパーソーの盾が残っているのが強い気がしますねそうですねこれいシャンテンこれあの切きましたねここ ヤンズ残してもよかったなー、マンさん。ンズうまんチうん、ン握れか。まあ、ペンチを払うのらしいですね。ペンチ払うと。はい。さあ、これでかんりゃんぞ、このささすがに4枚にがきますね。はい。泣、はい,ないって、3色ですね、これは。色ですね、はい。 一応、数腕から打っちゃうともう見え見えになっちゃうのが嫌で、一旦パースを切った感じですが、あんまり数腕も持ってたくはないですね。そうですね。お、3ピンが重なった。数ピンは切ってます。うーん。下手で親が泣いてるんですね。9ピン。おこれは泣かせに行ってるのかま泣かせに行きましたか 小室さんトップが嬉しいですよね、ゆうさんまあ。自分がトップじゃなければですけども。ですね。あ、さあ、そして津田がリーチに行きました。サブローピンのピンフドライチです。まあ、泣かせに行くというか、他の人に対しての安全度とかも込みで何とかは残したかったんでしょうけど。あ,あ、なるほどね。ちょっと。残り3枚サブローピンです。大井さん何を弾いたもいさんはチュンかこのように見え チューンはバニ2枚。バニ3枚なので、安全配。えい。鈴木さんが今9ピン余ったんで、うっかり国士かもしんないみたいな。そっか。多分枯れてる範囲がないんで。あ、もン枯れてるのはごめんなさい。じゃあ違います。うまい。うーん、どう考えてるかな。まあパワー1はさすがに当たんないんですよね。うううんうん、うん 初,あ初にした。初お、ということは、このんに流しに行ったのか、今。あ、違うあ、ごめんなさい。違うな。違います。バニー1枚。バニー1だ。もう復活できないから、完全安排残すよえなんでだろう違うか。なんだろうなんでわかんない。なんでだろう 何は一切れやけど、まあ、安杯じゃないし。チュン完全安杯で。あ、でも、初初行っても。ま、あ別に復活はできますけどね。全然,ねうん、全然復活できますけど。ペンサンマントか、ペンシマントみたいなあ。あえてチュンから行かなかったとしたら、ま、あ鈴木さん、んね、鈴木さんに後に危ないからしか考えられないですけどね、あんまり、初が。まあ、そうっすね。それだな。さすがに。 チートイツで後に危ないってことですか。チートイツで後に危ない。あまあ、1枚ギアスパね、おやぎ。まあ、そうですね。だから、発が安イにならないからチューンを置いといたんだ。なるほどね。あ、なるほどね。すい,すいません、そういうしかないです。そうか、そうか、そうだ、そうだ。ちょっと、おじさん考えるスピードが速すぎて。<laughs> まあまあ、ちょこわしてましたね。<laughs> いや、まあそうなんやけど。 まあ、パワー1もさすがに当たらないとは思ってるはずですけど、コンボさんに当たるのか。9番が3位で、はい。じゃあ当たりうる。る残り2枚になってる、なっております。まさか鈴木さんの手はこんな普通の愛しか残ってないとは思わないでしょう、ね、確かに。<laughs> うん、今ンボさんも辛いね。 ちょっと集まりましたツダツモ上がりリーチピンクツモドラ裏話13002600度ツモ上がりですさあこの、ね、ハンちゃんも津田さんがまずは先手はいいや大井さんここ津田さんにトップ取られるとちょっとなんか笑ってられないですよねですねまあそれも覚悟で打点を作りに行ってる手組みはしてるんですよコール あと二曲親ヤが津田に移ります空はリアンソー回でも着順上に行けるとかなり悪なるんですけどね大井さんもうん。 さんおぉ、震える手で、トンとペイを重ねた。<laughs> <laughs> 何その、なんか漫画みたいなやつなんか <laughs>。<laughs> ちょっと素敵やったな。うん、さあ、ドラガジンゾウ、トントンシペイペイシャ。うーん、ーんまあ、無なに <laughs> ダブトン、チャンタ、ドライチ、ドライチ、漫画、少、はい、数詩いろいろ。<laughs> 昨日の津田さんは金閣に出てた津田さん。今日の津田さんは銀閣に出てた方。双子やったりして。ちょっと面白いね。さあ、ダブトンがいきなり泣けた。泣けました、ポン。はい。これね。お、チーピン。まあまあ、チーピンの盾はそんなにいらないんで。一応、シャアを一旦保留するならこうですね。まあ、これだと本一も普通に見えるんで、チーピンがいいと思いますね。はいはいはい。チーピン、ジャンとーでペイとかポンしても、ね、ダブトンのみになっても。そうですね。 だぶと飲みは嫌だな。いや、大井さんも苦しい。うーん、ドラ一1枚ありますが。<laughs> お,おっと、1枚引いた。さあ、どうするリアンゾーから、うんなるほど、本一とちゃんとの両天秤はい。 両天秤というかストレートにテンパったらちゃんとだしはいはいはい重なったらちゃんくれば本一とってことはペイはもう泣かないんですかうーん出ました泣きました,泣,ました泣いたらチーピンですねだん、はい、これもちゃんとと本一どっちでもいけますねまだうーんいやーでもこれは結構読みに、はい、読み入るかな今チーピン2枚目なんだってなってまあ大体タート落としですね シャアめっちゃ、はい、ちょっと嫌そうに切りましたね大江さん。うん、でまあこれ津田さんが手が割らない手が割るまでは大体大丈夫かなまあ9ピン立てだけあるけど9ピン立てとシャンポンテ、うん、ンパイ。 うんさあこれで9ピンを手出しされてあ、はい、まあタート落としで本一に向かったかなって感じはしますね。でしかもまあちゃんたが絡んでるっていう風に読めるかなあれはさあなるほどね。ってなると結構限定はされそうかなまあなただ後引きのハイがまんだったら全部残すからす、ね、まあまあ。わかんないですね。 小野さんドナドらい,いいシャンテンですまあ麻雀っていうゲームはね厳しいことに目が完全になくなるっていうのはね最後の親が落ちるまではあんまりないんですよね,な,すね、はい、なんでとりあえず形は作るっていうふうにするとは思いますが分かんないです、はい、それはもう小野さんの自由うん,うーん鈴木優さんまあさすがにちょっとチート以外は無理ですが まあ今だったらさすがにまず多分大体大丈夫でしょうと思ってるでしょうけど事故は嫌ですからね。あのぐらいの手では。そうですね。はい。何が何でも切り込まなきゃいけない立場ではないんで。はい。ちょっと安全おいさんチートリッシで。おいさんもチートんおペンチーピンを引いた。うん、まあ、チートリッシないと、はい。 これも本当に攻める、もう絶対行かなきゃいけない立場だったら今もう目をつぶってパワー1、9ン行ってるでしょうけど。あ、でもトーンは完全安牌です。安牌です。まあパワー 1, 1枚ぐらいいってるでしょうね、きっと。さあ、小室さん。マンズを1枚切らなきゃいいシャンテンは1できません。んああ、もうやめた。もう、おとなしくしましたね。はい。さあ、これで E1 は残そう。はい。はい 一切れのチューン初と連続で手出し入れできて、うん、結構やべえなってなってる感じですね。お。うん。まあ、この時にもうすでにパワー打ってあれば一応切り返せるんですが、まあ、鈴木さんは安全にいったと。はい。ま、これはもう持ち点的なもんなんで。持ち点持ちポイント。うん、持ちポイント的な。はい、鈴木さんの打ち筋がどうこうっていうあれではないですね、どっちか。はい。森さん。 もうね、手出し2個入って、ちょっとずつテンパイ率上がってるんですよね、小野さんの。あ、小野さんじゃない。えっと、津さんの。最初の、まあ、チュンのぐらい最初の9ピンの時点から、一応、テンパイ率っていうのはちょっとあるんですけど、それが徐々に、徐々に上がってる感じ、この、チュンとまだ劇的ではないですけど、はい、これで大体テンパイですね。あ、このイーマンで、はい、ペンチーマンテンパイです。ダブトン本一、ちゃんとうん。 急走。血も山に2枚いる。急走当たるパターンもやっぱりちょっと想像できちゃうんで、やめますよね。かはい。こういうちゃんたからの移行なだけ、移行っぽい。うーん、どうう。さん、天ンだ。天ン九 ?9 万を切れば、9ピン短期。9ピンを切っても9万短期。9万はもう、普通に危ないですね。どうするかな。まあ、さすがに9ピン切ると思いますけどね。でも、9ピン短期ってあが,、ね、がりそうですね。9ピン短期がそうです 超上がりそうですけど、どうでしょう。さすがにですね、やっぱり。うん。いや、まあ、自分が追いかける立場だったら多分、言ってますけど、Q1、うん、を。もうこの上腕は待っちゃったよ。トイトイっていうパターンは一応あるのかなちゃんとト,トイトイの天秤だった。本当ーまあ、e、E1 がちょっと微妙ですけど。 下の,のチーマンは山に2枚そして9万短期は山にはありませんペイはポンしている牌。うん、7万3万通りましたね鈴木さんから見てパワー1がもう自分で3枚見えてて9万がシャンパイなんです相当盾持ってそうなんですよね Q1 はちょっと行きづらいと思います。まあ、ちょっと分かんないです。なんか、結構あれ、読もうと思ったら、めちゃくちゃ読めそうな気ではあるんですが、はい、津田さんの手は。でも、ゆうさんって別にその読んで読んで、きわきわを攻めなきゃいけないわけじゃないですも、ねうんね。そうですね。まあ、責め、ノーリスクで切れるんだったら聞いたいですけど、ノーリスクでは多分さすがないんで。うん <laughs> ーピン両方手出しだったらトイトイ残ってるでしょうって言って、Q1 縦当たんないでしょうとか言うかもしんないですけど。うん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 。ちゃんとにしてたってことは、トイトイの絡みはなくて、はい,はいはいはい。はい読めるもんなんかなわからんな。ああ、そっか。それ、そっか。いやー、ええー。 こちらの一人敗になりそうでですね、うん、あるかでも短期も含めてあるかな。なんかわからんけど。わ <laughs> からん。すいません。ちょっと短期もあ,るありますね。ちょっと読みのレベルが低くて読みません。すいません。どちらの一人天ンです。2曲一本場になります。 <laughs> 資格がないからですアサピンはねちょっとマイナスがマイナス何ポイントだったっけ450ぐらい青はいネットマージャンだけ買ったアサピンです <laughs> はいはいはいえとの2曲1本はドラはいいそうですはい、はい、<laughs> さあ津田さん一人天杯 そうですす。ね。さんとの点点差が1万点になっています読めても負ける人まあでもさっきの曲とかなんか本当にリズムで読んだらもうちょっとねちゃんと読めそうな気がするんでなんかゆっくり考えたいですけどねそうですねその辺すごい弱いんですよね僕なんでそうなの、うん、読み切れ。あれなんか 相当図情報で言ったから何かね当たる範囲と当たらない範囲くっきり分かりそうな気がするんだけどな当たりうる範囲とでもユウさんって結構今まで読,み読んでその仕掛けに対して読んで押してるから、うん、ユウさんが辞めたってことはやっぱ当たりうるんかなまあだと思うけどというかまあ九1九1な ちゃんたが残ってたことは多分確定で、といトいが多分なくて短期かもしれない。途中は短期から延べたんとかの変化かもしれないとかでなんか。じゃあ結果何でも当たるじゃん。で、最終的な手役は多分、本一で、それは間違いなくて、うん。でも途中ちょっとちゃんたに寄った目のマンズを持ってて。うん、でも途中何回も手出しね、入ってるから、その間にね、何引いたかわかんないし。お 俺がカン三馬をチーしてこれは対応のいいシャンテンはいもう津田さんの親をやらせてる場合じゃないない最速最強でいきましょうはい津田さんはこうで、ね、こういう時こそじっくりいくのもありパワーワンとか結構ね厳しいんですよね自分でまあ一番、うん、いっぱい持ってるとはいえ右でゆっくりだと何ゆっくりだと パー,パー99ですかね。パー99全部いらないよって、うん。まあ、ダイレクトテンパイ取れるようにパー1から切るのが好みかな。それ以外ちょっと切りづらいですね。うそうですね。うんはい、あまりしましたね。き読みはね、もっとすごい人いっぱいいるんで、全然すごくないです。こんなこところは一切読めません。 全く何考えてるかわかんないですからね生き物としてそうそうなんやでもまあさ考えようとする相手がいるんやったらよかったやんか <laughs> はいはいはい <laughs> はいで津田さんがいい感じにいい形になりましたね小野さんは一通不みの一三点染めちゃういやーちょっとそれは大振りすぎますか <laughs> いや、まあ、ありすけどね、小室さんの立場やったらね。うん、まあ、成功。法、まあはい、リーチに行きましたね。はい、ペンチソーでリーチ。リーチドラ1です。うん。もう、津田さんも、歯を食いしばって9番行くか裏筋ですけど。<laughs> うわんうわんもありですね。いや、これ、ちょっと行きたくないですね。うん。そうですね。 小室さんのリーチに対してぶつかるのは結構嫌っすよねはいまあ今回意外としょうもないリーチですけどしょうもないリーチの可能性は結構低いんで、うん、まあそうですねまあ唯一パワー1持ってそうな人ししねからねあれもパワー1ワンかうんうんうんああワンチャンスといいはい、ワンチャンスといえど実際鈴木さんがなぜか持ってるんですけど 鈴木さんがあ確かになぜかなの、まあ、確かになぜか持ってるですね。ちゃんた感があったから。うん。さあ、おいさん、いいじゃんカンアピンをチしましたが、<あ>これ3層勝負ですかこれは勝負だ。いはいこれでウッパーピン待ち。はい。もうこれはもう根拠ないです。はい、当たる根拠は何もないですか。あ、じゃあ、通る根拠は何もないです。通る根拠は、はいそういうふうに押してます。ウパピン現 うん、あー出たーさあおいこれ1点の上がり1は千三百ですこれ,これなんかあったな今のはさすがにあったな三蔵もあったしな大井さんの現物を打った方が良かったと思う、うん、いやここは大井さんに加点させない方が良かったですねなるほど大井さんがね小室さんに言ってくれたらそれはそれでよしですからね、うん、結構ね津田さんになんか厳しく見てって言われてるんでこれは言いますけどさすがにこれはちょっとミスですね津さんもはーい,はーいすいません との三曲です親番が多いドラはペイですどうしよう二道桶ね二道けでしたね青井さんハイパイが良いと思いますいお、この3ローソーから大きく大きく うん。大井さん、良いですね。すねなかなか。良いですね。なかなか良いですね。うん、さあ、これはどうするかな、大井さん。今のとこ、ちゃんと不確定形で、三色が、チラッとだけ見えるけど、あんまり見えてない。うん。ちょっと持った感じですね、三色大井さん、国士と本一の両天秤。 うん。うぅぅぅぅぅ。定点ビデオできないですね、もうりにもうできなかった。<laughs> さて、うん。大井さん、どうなるかな最終形で、なんか、あんまり単野をつきそうにないんですよね、あれ。うん。あの形だと。休憩めっちゃ、なんかね。うん。免品 E ペーコーぐらいにしたいかな。理想的にはいいですね。いーーいですね。 <お><ー>まずイーペイコーが1個できたか3、はい、色にはやっぱならない、まあ、いや3色もちょっと追ってると思いますけどはい、まあ、現状自然手順でではなんないですねそうですねとりあえずキューピン持ってこないと話になるしーマなしああ、まあ、パワーはン,ンでもいいか一旦あそっかそっか3万。まあ数万切りましたしはいはい のこれは三者んてんってことですね。ンン右端に綺麗にいらないを分けてくれてるんで。お,おっ、オーピンきた。っとっと形ではさすがにチ G1、ワンですね。はい。3色よりもメンピンイペーコ行ーですね。すね9ピン3枚切られちゃったよ、うん。今3枚切られた。まあでもむしろピンズがちゃんと候補なんで、今一番のあ。そっかそっか。じゃあいっか。そこまで問題ない。 あ、でも、ローキューピンができちゃった。これはでも、ローキューピン。<laughs> うーん。急走引いちゃったらちょっと困るな。俺、どうするかな。さすがにリーチしそうだけど、大井さん。まあ、なんか、9ピン悪い分、なんか、ローピンが、まあ、まあ良くなってるんで。じゃあ、そうですね。にそして、津田さんがいいシャンテンになりました。はい。えー、ーターツ選択で、自然はパーワンですが、が、 6番か、リャンゾーかイーホー残の、いい方を残したいって思ってますね。うん,うん。うん。リャンゾーの方を残したと。まあ、まあ、いいペーコーもありますからね。打線の方でいきましたね。お、嘘、つもりこれでも、超噛み合えば、リャンゾーが出ることはあんまないか。はい、そして鈴木優さん、転廃しました。はい、イーソーとローマのシャンポン。役はイーペーコーがあります。ーーーああタイミングが。 はいこれは1300でした鈴木優さんに放銃ということになりました、うん、まあ津田さんは悪くないですけどねうで自体はそうですね全然、はい、放銃自体は何の問題もないさあ手トンの4曲親番鈴木です小野さんはここが終えてるというよりね何をやっていいかわからないっていう状態ですね多分、うん、辛いんですよこれははいドラはペ ゆさん、一枚ドラがありますが。<laughs> あーって言った、止まった。ったこっちの画面も止まってる。<laughs> え、ほんまにこっちの画面も止まってる。<laughs> あさピーンごめん。はい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 、人さん、とイトイっぽい。はい、初がとっていいのかまあ、とイトイか本一かあて感じの手配ですが。はい。 小室さんが悪くはない悪紫野さんの手がちょっと楽しみですね、うんうん、横に伸びたまだそこまで曲回しを意識する段階ではないですがまあまあ別に残してもよさそうですかね童話、まあ、大きくいく人は童マンつもぎそうですけど曲げっちゃう別に先手上がったら死ぬわけじゃないんで確かにね難を切りましたね おドラドラになりましたしねた一気にやる気になりますねうん3色か役配重ねるかちゃんたかいっつか <laughs> ピン結構何でも見えてる、はい、<laughs> 消去法でローピンってなんですね、はい、役には何もいらないはいあのぐらいの手だと難しいですけどねもうなんかそんな役つけるぐらいだったらもう普通に手なで打った方がテンパる、うん、リーチドラドラみたいな発、うん、ぶっぱなしても全然いいと思いますしはいはいはい あくまで仕掛けられるように役をつけるでもいいです。うん。ああ、これで津田さん、いや、<あ>今回はバランスを取った。一気に染めにはいきませんでしたね。これ放送何時までですか、えっと、ごはんちゃんが終わるまでなので。 今3、3チャン目なので、うーん、予定は特になし。うん。大井さんからちょっとオーラが出てるかろな。でも、パーマン9万払、9万パーマン払った。うん。なんかね、ちょっと、ちょっとつわり方とかがなんかね、気合い入ってるんですよ。ああ<ー>。津田さんそういうの気にするかな。確かに。おほロマンツマンいったチートリシャンテン問わず。ほんとだ これは勢い余ったか、津田さん。<laughs> これは勢い余ったな。トいトいでもいいですしね、別に。じゃあ本線は染めるってことですかうーん、まあ、そうっすね。シャア重なったら染める気があるのか、さすがに。それは。昨日は1時過ぎですかね。 小室さんはドアタンキのい,いシャンテンテはいパーピン染める染めちゃうでもローピン握れなんでさすがにチーピンになりそうすけど、ね、ですねシャーかシャーはドラ表示牌とバニー1枚 1> ああシャーがないですねじゃあまあなかなか仕事地で2メンで,できるとは思わないですけどうん,うーんトンは安牌目いっぱいに構えるのは怖いですかねこれだと止めた まあ一応最悪ね、はい、鈴木さんのゲーム中は終わりますはい配信対局の方が疲れますようん配信対局の方がって言うた合ですけどさあこれで初のポンテンの取れるいいシャンテンになりました、はい、うーん ああ。ここでペイを切った。はい。さあ、そして、それに、鈴木さんがポン。まあ、これはもう半分ブラフみたいな感じですけど。そうですね。一つ加算あるか5、5つか。あ、つ。ポンつあか。あ、そして、小野さんがテンパった6級層、闇ン。はい、手代わり3色ですね。単要、はい、3色がつきます。<laughs> なんや何や何やコメントで何を喧嘩しとんねや。<laughs> 阿蘇の髪のことで喧嘩すしてる。うん。若作り感だけは言うたらかんねんで。頑張っとんな、うんで。プリン直したんやね、この前。<laughs> とりあえずな。さあ、大井さん。まあ、ピンは大丈夫そう。一応、ここからは下着アも考えなきゃいけないですからね。はい。まあ、打ってきた小室さんもそうですね。 パーピン。お、C1? もうやめた,受けたパーピンスはやめました。チャンタとかだと当たりうる範囲ですが。さあ、これどうする ?E ピン、いピン行ってる時間があるか。りま,りまはい、行きました。はい初もまだ山に1枚いるので。このいピン手出しはどう見えますかねうん。 まあ1枚から切ったか2枚から切ったかわかんないですけど少なくともメンツからは切ってないですね多分うんうん、うん、いいシャンテンになっていますおいおきたおこれはいいピンの取り外しはいあ積もりましたねピン不積もの400700を積もりましたさすが、はい、にドラポン入ると振り手に1も打てないですか、うん、静かに積もりました はいさて何にいたします親番が小室麻生 <laughs> さん若い、うん、それにはちょっと30円も払われへんわ <laughs> たらはローソーですはーい 難入難入展開は早いですね早いですね、うん、でさて点差は結構いらたいですね津田さんがトップ目とはいえ3万点あん <laughs> <お>どうした大井さん手があまり良くないトンあんこ難入しましたがちょっと多分ね積もる前はなんか変なことしようかなと思ってたと思うんですけどトンあんこっちゃって普通に 行こうかどうかど、ね、はいはいはい。わかるわかるわ、ね、かるわかるどのコメントにとも言わへんけどわかるわかるーはい。もう金あびきましたよ、うん。こうなるとねー 9ピンを切りましたね、まあ、一応ドラ受けあるんでまっすぐ進めそうな手にはなってますけどねうんうん、うん、リーズもドラ1みたいな、はい、鈴木さんもなかなかいい手はい松、まあ、田さんはも全力って感じですねうん,うん、うんうん、順調はいウさんの手が一番いいですかうん小室さんが一番苦しいかなシャンテン数は悪くないんですけどあっ全品がアウトになっていいシャンテンですね津田さん E1、e、切るか、ローピン切るか。B のみ、まあ E1 で良さそうですけどね。リアンマ逃げなんで。はい。まあローピンにしましたね。うん、こうすると一応 D のみマックス手順ですが、D のみというかリーチドアイチか。はい。そうですね。うん。いいャンン。まあ、これはちょっとだけ痛いかな。うん。まあ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 痛いですね。うんうんうん おー、カウンピン引いた。ヤンシャンテンですが、<ー>順調ですね。小室さんのウ送はまあまあ出そうなんですよね。順調に行くと。順調に行かなかったら出ないか。あ、ペイワンこ,にしてこれはパーソンすね。 う,ん、<ー>うん。まあちょっと微妙なあそっか、ドラが出てっちゃうんだ。守備的に打ってたら三増ですか。三敗。お三杯まあ、パーピンの安全度はまあまあそうですね。津田さん。うーん、そうそう守備的に E1 でも切っちゃおうかと。切,はい、切りましたね。はい。大井さんは、あまり変わってないな、形が。そうですね。 やっぱりここは。<ー> <laughs> そんなバカな。ま、あ、さすがにパワーピンでいいんじゃないかな。はい、パワーピンにしました。両面、両面のイーシャンテン、うん。三蔵アンコールこともあるし、同葬起きても振り返られるし。はい。お、お,ーおーイーシャンテンイシャ。いや、イーシャンテンはイーシャンテンだったんですけど、はい、広くなりましたね。じゃんとがないんで、まあまあ残しますか。イーソー握りで。ノーピンは。 もうん、ノー,ノー,ノータイムでつもぎりです。小室さん。まあ、一応ドラ受けになりましたね。<laughs> はい、いいシャンテンですね。C、あポンか。あポンだ。さあ、これで乾燥待ちの天敗です。はい。まあ、順目的にも取っていいと思いますし、変化もありますしね。一応どらかさんあったりするとすごい嬉しいと思ったら大井、はい、さんではないた大井さん的には一番嬉しいと思ですね、うんと。えっと、うカンウンは残り山に1枚です。あ、ここに来た。 ああでもこれカンチーソーに変えるよねはい8回、はい、ですカンチーソーだと山に2枚残っていますおお両面に変わったわあ。ローマンが打てるかどうか3万だとつなさんの現物なんですがローマンまあまあ打てますよね大体単旦用ですし水槽、ね、ら切りでカンローンあるかなぐらいまあカンローワンにしないですねカンスワンにするなとおお積もった,あったおお

境界ルールなんでね。一着順差で自分二着でいいやって、あんまり思えないんですよね。相手がトップだとね。普通に40ポイント順位払えちゃうんで。はい、できれば大井さん、さんもう本当に極力このハンチは甘くいたいですけどね。先生ドラドラよ、楽しみ。おっとドアドアやで。しかもいいでなかなか。これはいいですね。あ、でも大井さんもいいよいいよいい大井さんもいい,大井さんい,いですよこれ。とか大井さんの方がいいか。方がいいですね。鈴木さんもいい。確かに。ということは 小室さんも別に悪るかな,、うんまあ、ないんやけど。<laughs> 悪るかないんやで。いや、だいぶどこじゃないですよ、大井さん。大井さん、追い詰めてますよ。そう、あの、天下の多い高原を追い詰めてますよ、今。はい。<laughs> うん。大井さん、順調ですね。はい まあ、ゆうさんもう順調ですね塚、うん、さんはまあ目いっぱいでぽっちゃりした形ですけど大井、うん、さん今んところはあんまり不安のないシャンテンですねあアアャンテンですね、はい、とりあえず両桂にはなりそう最速最強の弁護士 最速はなんか弁護士ね、ちょっと良さそうですね。最速っていいのまあ、結果が伴えば。ああ、確かにね。最速最強、うん、の弁護士、津田隆弘です。うん、いいですね。うん、じゃあそれ、ちょっと、このコメントはと津田さんに伝えとこう。<laughs> うーん、すまない。まあ、形はね、大井さんの方がいいですよん,うーんまあ、<今>ドラ3万で、とりあえず4万もうめいっぱいから優先。 鈴木さんも、さあ、イーシャンテンに素直に取るかどうか。<ー>ピンフコーディスでね、9ピン切ってたんですけど、さっきも。はい。ここでパー9ピンって外すかなはい。はい、外しましたね。うーん、あんまり進めない。<laughs> まあ、不安ですか。ー6級1がもうだいぶ枯れてるんで、さすがに6級1の二度受けとしてはあまり魅力がない。 イースワンとして見れば魅力はなくはないんですが。うまい、うん、そうだけどなはい。うまにしましたね。はい、おぉ<お>。そしてそのうわんを重ねて大井さんは、同僧ギリ、めいっぱい。はい、めいっぱいです。あれって、津田さんの上落とすぞって言って、ポンテンとか取ったりするんですかいや、この手では多分取らない。取らない。無理打ちして、2 0 0千4積もって、 津田うんまあでもよほどハイ薄くなったりなんか速度合わせにいくとかそういう変なあれじゃない限りは基本泣かないと思いますよ。はいはい津田がちょっと育ってきました、うん、育ってきた3コドラドラみたいないいシャンテン。まあ、ここで目一杯に取るかどうかはそうですねロープの先に。 ああ誰が先にテンパこれですよこれどうやおおこれは嘘チーソーでいやこれいいんじゃないですか378万ず全部残ってるこれは嘘チーソーですねウチーソーであれポンテ取っていいあれは取っていいんじゃないですかさすがにあ、入ったとオリさん入ったジャンパッソーツラさんの嘘間に合ったけどジャンパスソーなんじゃカメラでだいぶいいなだいぶいいこれさすがにオリさんか手配に2枚とバニ2枚 4枚残り8枚だ。さすがにこれは大井さん上がるっか。一発はどうだ一発まである。枚一,発一発しかも一枚しかいない嘘。<laughs> 面ン一発つも裏2004です。これはでかいよ。いやー大井さん、やっと、やっと回収の上がりを。やはい、いや、これ嬉しいですね、大井さんも、さすがに。 津田をまくりましたね。トップメに立ちました。何何三局多いの親番です。津田さんは逆に四千点を追いかける立場になりましたね。うん、津田さんもここをまた早く食いしばって頑張りたいところですよ。はい、大井さんをまくりたい。これでね、大井さんにトップとわせると今まで積み上げてきたものがまあゼロにはならないですけど、はい、ちょっとまたね一回交代しちゃうんで。はい ドラワー,スーピン大井さんのハイパイが良いと思います、これは。あ、でも、チョンチョンが、いや、まあまあ、まあ、いいなかなかいい。出す前。はい。草津さんが来られましたが、入ります。やめときます。次のハンちゃんから。いやー、津田さん、そしてハイパイ、強い。な<俺> <laughs> これもう一回大井さんに4000オールってかぶせられると結構しいですもんねん。これ結構大井さん4000オールなりそうっすよ、よりりすね、この手は。うん、いやー、このハイパイだと本当に何もできないな。<laughs> 大井さんは今んところ有効牌を。 順調に引いております。パワーピンを切ってピンズを、まあ、ドアを使い切る形にしましたね。はい。はい、チーピン、まあ、パワーピン残してリアンドとか切ってチーピン引いてもちょっと困っちゃうんです。うん,う,んう,んうん、うん、うん。うん。あ、引いた。いい <laughs> ただ、このチーピンはちょっと残してみる。 はいはいはい。一応、まあ、振り剣引き戻してもいいし、語呂ちもある。語呂ちもある。あります。しぼろもあるないわ。それ GP ランは。いやー、津田さんもね、手悪くてもこの曲の上がりは死ぬほど偉いんで、そう簡単には。お願いします。7、8、9の3色とか頑張ってこう。そう簡単にはやめられないですけどね、あれ。お,お<ー>ましお引いた。 さあこうなるとドアの換算品にこだわる必要はなくなったんですがいや3万も1ゲーだしさすがに合わうかなはい、はい、これ4000オールどころか6000オールありますよありますよ下手したら8000オールありますよ数ピン重なったりするとあだってここで大井さんにトップ取られて50分おント品重なったドラドラになったよ津田さんがしかも3色2色ありますね おなん,んなんか、よ <laughs> くわかんないけど、剣含みですが、まあまあまあ。はいはいはい。ちょっと、ちょっとぶつかってきましたね。さすがにまだ大井さんの方の手がいいですけど、うん、まあ、だいぶ大井さんが有利ですけどね、うん、今のとこいや、しかも大井さんの捨て牌濃いんで、これ受け側としてはちょっときついですね、鈴木さん。ゆうさんはちょっと守備を考えたい。まあ、んまンマンもあるんで、さすがにリーチって超えたら大丈夫ですけど。 そうですね。はい、あ、ここで邪魔を一枚外すと。まあまあ、はい。小室さんは60%。はい。ーウーピン。うん、まあドア固定してる場合ではないか。固定しました。このウーピンは、大井さん、おーっと、大井さんが泣いた。完璧にチー。はい。まあ、これでも、 5%は結構見えるかなうん。まあ、リードしてるんで2000オールがだいぶ偉いってことでしょうね、やっぱり。うわ、進みたな。マジか、これ。大井さん。ねえ、大井さん、結構珍しい,です,珍しいですよ珍しいチーですよまあ、これ、点数状況ですね。やっぱり2000オールが超偉いっていうことだと思いますでも結構1000オールやで。でうん、まあ結構1000オールになりますけど、ドア引いても使えるし。 <お>ああこれで高め2000を。はい、数値相待ち。はい、数相だと3色がつきます。うん、定期的にはコメントありますけど、別にこのん心を折れてるわけではない <laughs> <laughs> あ、折れてるかもしれないですけど。しょぼんってしてる。心が折れてるから、こういう打敗になってるわけではない。<laughs> はい。 うーんいやー数層は今のところ1枚ですが 1> 1枚あ小さなおの方だ分かりました太陽ドラ1の1000オールですうん、うん、しょうがなしまあ1000オールでもまあ2000オール超偉いから1000オールでも別にねそこそこ偉いとはいの三曲一本ば多いの親番です 別に津田さんが速そうな川ではなかったんで、そこに速度を合わせてるっていう感じではないですね、うんうん、今のうんうん、うん、ドラがトンになりました。こうやって今、親でコツコツ上がっていくと、どんどん津田さんが打点を追う手作りをしなきゃいけなくなって、どんどん有利にはなっていくるんですよね。まあそうですよね。今のところ点差は八千点差、約8000点差です。 自分に振り点の可能性があるような不安定な形じゃなかったらも、多分仕掛けてなかったですけどね。うんうん、一応振り点の可能性もちょっとあったんで。ありましたね。先生、はい、津田さんがドラドラです。お、ただ。四トイツです。四トイツ。津田さんの切り板ですね、今。四トイツえ、四トイツですね。はい。いやー、でもなんかトイトイとチートイのどっちかにしかいけないなで。はい。恥ずかさない限り。ちょっと手の、 柔軟性は低いですね、これ。3万切り。今回は大井さん、そんなに手がいいわけではないので。うそうですね。ドラが飛んで、あまり良くない。これ、ゆうさんから飛んドラのトー打たれるがあるかもしれないですね。うん。 いつもともげります。あ、二枚。あ、ゆうさん、もラスまで行っちゃう可能性なくはないしなあ、今。あ,あ、そっか。でも、なんか上がれそうですよ。よ、うん、まあ、とりあえず、これでトンか三ピン切りますよね。三ピン。はい。え、三ピンはそうか。ポンしたかったんですね。すねそういえば、おお。一三ってなった。さあ。パーソー。まずまず良い。はい。 パーソータハツとシャアのいいシャンプー、はいまあ、3ピンポーンしても全然残ったターツ強くなかったんでこれはいい判断ですね、はい、なんとなくトイトイダッシュすると多分これは損だと思います、うん、うわきたきたい<あ>ったシャアが握げなんでパーソー短期でいったーえこれ全山で,ですよ3山きた,来た さあ、これはどうなる<ー>これシャータ短期だった順位があったっすね。この順目にジゴタンあんまりないですけど。まあ、シャア短期で黙るとか。いや、黙るはないわな。まあ、黙だったらパーソー短期っす。そうですね。リーチは一応どっちもあって。さあ、パーソー山に3枚あります。 積もれば再び大井をまくることになります。そして、イーグ見物がないのかいただれバで今、津田さん、あちゃーって思ってるかもしれないですけど。いやー、<laughs> まあまあ、でも、それで大井さんが打ってたか分かんないですよ、い<や>一応。まあ。こそうね、津田さんから見て。まあ、でも、さすがに打ってたん、ね、まあ、そのうち打ってるでしょうね、きっと。そうですね。さすがに、多分、ですけど。も大丈夫です,です津田さんの読み取り、パーソー3枚山にいるので、はい。いやー、これ積もったらもう 3, 6, 円、36000。 はい。1万点リードでオーラス迎えられます。ユーさん、現物ないんですね。2万ンン、筋の2万のトイ一落とし。いやー、これ三夜は、熱いなぁ。もう、土田先生大喜びの22558ってあるけど。3枚やるとダメって言ってた。3枚やるとダメじゃん、じゃなかった。<laughs> <laughs> なんか、引力が。 大井さんがパースを積もらせないあっ 1>, <ー>1枚ま,あまだ2枚ある1枚90あと2枚 2> すごいですねもうこれはあと見守るだけですかうーん大井さんとしても見守るだけですか、まあ、買わせたり 単純、長い椅子だったら地獄単位の方が高いまであるかもしれないですけど、うん、大井さんから以外の地獄単はあんまりもつれちゃいますしね、できればやっぱ積もれる街にしたかったでしょうね、うね津田さんも。南はバニ一1枚切れのハイです。白もバニ一1枚。ああまあ、筋。 はい。いや、気持ち悪そうですけど、ね、シャアあれ、別に2枚入れになってから切ったわけじゃなくて、なんていうか、このリーチするまでの順目やった、1枚入れのチートイの狙い目のハだったんで、全然チートイは読みに入ってるはずなんですよ。なるほど。なので、何とかも嫌ってことですか嫌、うん、っすね。<laughs> あれ、自敗切ってるように見えてるかもしれないですけど、単純にもう、なんか逃げのプレイだったり、で、通ったすぐのチーを合わせてるだけですね。1枚入れの字とかは全然切りたくないと。全然切りたくないと。 積もった裏はなし、リーズもチートイツ、ドラドラ、36000は36000点、ね。積もったつ<強>え <laughs> いやいやいや。これで多いを1万点ほど引き離したことになります。オーラス。いやー。1>, 1万点も引き離しないからごめんなさい。5, え ?6000 点ぐらい いや1万点ぐらい話してるはずですよ。いや話してるはず,いるはずさっき8000点差ぐらいだったから。あやっぱ1万点、うん 1> ね、話してますね。万つもでは届かない。はい。さあごめんなさい。オーラス・でスナンの4曲親番は鈴木優になります。いやーこれこのままの点数で終わると、はい、もう点差が10ポイントになりますよ。いやーそうですね。始まる前が60 このハンチャンでまくることはあんまりなさそうですけど。ね、まあまあ、そうですか鈴木さんが一回4000オルとか積もるとあるけど。うん、そうですね。え、なんでうつわさんが最後マガン積もったらまくりますまあ。マガン積もることはあんまないんじゃないかな。まあ、た,たまたなんか、もっとうっかりマガンみたいなね。まあ,まあまあまあ。あ、ドラマトンです。 オーリーマージャンで、その、オーラスの、なんか、上がりトップの人が、お、あ、大井さん、ハ間マン見える。ハ間マン見える。ハマン見える。これ、ジーズもチートイドラドラやり返すいや、チートイじゃないよね。全品ツもイーペイコ、ード,ドラドラいそっちですね、はい。これは面白いな。うん。いや、で、鈴木さんもこれ伏せられないんで、はい。基本的には降りて1曲で終わる曲ではないんですよね。はいはいはい。鈴 まあ、鈴木さん伏せて、この3点パってたら、ね、まくられちゃうんで。ユウゆうさんラスに落ちたら、津田さんとのトップラス。そう、いや、もう全然そこも怪しくなってきますね。万点110ポイントで変わると。うん。いや、鈴木さんも結構、ね、あれってなってる感じですね。あれ津田さん3連勝 ?3 連勝いやー、ちょっと津田さんに麻雀教えてもらおう、ね。<laughs> 声かわいい。 えっあどうしたらいいこれ。うーん。まだ、あ、遅う,うですよね。羽根満もらなきゃダメなんですよね。そうっすね。でも、ゆうさんからリーチ棒が出れば、満足でもいいですね。ゆうん、ユウさん、まあ、小室さんでもいいんですけど、リーボーが出れば、まあ、基本的には、関動案残す手順になっちゃうと思うけどな、みたでしょうね。どらどら一発裏。 機体の両面か、本当にまあ、ワンから先引いた時だけのイいペイコだったら、なんか一発が機体の可能性高そうですけどね。確かに、だってピンフとイいペイコ両方つかないとダメなので、うん。ワンから引かなきゃダメなのですよ、ね。あ、でも,も、右端に寄せてますね。うん。じゃあ、まあ、そっちコースですね、多分。はい。まあ、あとはリーボー出るリーボーが出るか。ああ、面白いね。意外と確定条件よりも、 裏一条件の可能性高いとんうありますかでもまだこれは払わないですよねさすがにそれはもう今は絶対払わない、ねはい、次行って進んだ時に、うんまあ、あとはマンズの馬鏡が良くなったりしたらもしかしたら残すかもしれないけど小室さんが多分マンズ切らないんですよね津田さんピンフのヤンシャン店ですうん さ鈴木優さんはこれまた難しいな,なんか小室さんがまあそんなに仕掛けるイメージはないんですけどねいくら漫画ズやって,って,ってもこの状況でなんか軽い泣きして3着を取りに来るイメージはあんまりないんですけど何万だナナはつもぎろおあ馬のしさ馬 トンのあんこもありますかあ、まあ、でも確定条件じゃないですけどね、確かに。じゃあ、トンの貫通それはどっちでもいいわな。リアンソウ。リアンソウはいらない。いらない。ユウさんもイーシャンテンなんですが、9層があんこになりましたね。うーん。 ま、9ピンか3ワンでしょうか。9ピン。ピン。パーピンダイレクトはあんまり嬉しくないんで、3ワン切っての。まあ、2ワン引きとか普通に嬉しいですから。<coughs> まあ,あんまりないですけど。まあ、変則3面チャンになる、うん。で、ウーワンから引くと一応3色がちょっとだけある。ああ、確かに。6。ローマン。うん。限り。 小のさんなかないいねって感じですね。小さんはね、両面三つの両シャンテンです。はい、らへんなおおいさん。<laughs> 関数瓶で、うん、えっと、はい、リーチに行きましたね。行きました。場に二枚ゲラの関数瓶、うん。まあとりあえず一曲みんなお,おとなしくしてねって感じです、ね。は,いこれは でもこれで大井さんマンツモ条件になったんで、うん、そうなんですよ大井さんはこれでマンツモ OK になったえこれ大井さんを助けるリーボーとかありますかそんなことはないそれはないそれ,のそれは<に>むしろマンツモされたらダメだされたらダメかむしろダメです <laughs> で、U、さんって大井さんトップより津田さんトップの方がいいの何かマンんゆうさんは大井さんトップより津田さんトップの方がいいのかいいの もうここまで来ると微妙なとこですけどまあ一応大井さんトップの方がいいんじゃないかなちょっと待っかでもマンツモンセットはラストなのか<う>ダメなの、ね、からダメですそれはじゃあ普通に大井さんは多分まあこの曲リーボ出るっていうのを予想はしたとは思うんですけどねリーボ出た時用の手順にしてたのかもしれないですねなるほどあのリーペイクを外したのはい まあそれもリスクが伴いますがうんなんか違うんです <coughs> ここ上がれるのはめっちゃ偉いんですけど流局でもいいんですよね大井さん最悪そうですね 1> 一1残ったままにはなるんでただどう切っていくかですねあとはうん3増ゲーム2、はい、まあ 流局でよし。とりあえず。はい、小野さんもやめる。逆に津田さんは何かのうまくいってテンパイ取れるとめっちゃ偉いですけどね。うん。まあ、さすがにちょっと厳しいかな、この曲は。<coughs> うん、やめた。ちょっと通ってない牌が浮いてましたしね、津田さんはい。 山に1枚まあこれは積もりたいリーチじゃないんで別にね,でねこの間で十分なんでもそのうまく流局すれば良いとはい流局すれば王位の条件は満願積もに緩くなりますねはい津、はい、田さんからしたらまだ安まあ安ければですね積もってほしいのは 確かにリーブを置いたままにセントを入てーってなりますね。うん、で、スピンは一0円ますが、いすがはい。はい、5万円がいい。さて、ユ、えー、うさんが1人転ンパイ、パ料をもらって、 オーラス一本場です京卓にリーチ棒が一本あるままオーラス一本場大井さんは満館積もればトップになりますやっぱり鈴木さんもこういう対人戦略は上手いですよねの今の関数日ね今の,今の状況をちゃんと読み切ってのに二、はい、枚切れの関数日ですからね、うん、上がる気ないですもんね上がる気まあないというか上がれなくていいリーチですもんねバラはウーピン なんかもう一回上がりそうですかね周りの手次台ですかうんまあまあ結構上がりそうですよね千鶴さんはまあまあい,いけど千鶴、はい、さん何かタンヤをあとか微妙なところですねああ大井さんはさんこれ何789の3色ちゃんたか三色だはい五枚しかないけど789あ、ゆうさんがいいですね これザン、4000オールとか引くと、大井さんまくるんです、ね、うん、大井さんは。てか2、6 2> オールで巻くるし。津田さんも、まあまあ近くなります。はい。津田さんはさすがに、鈴木さんに巻かえるのはちょっと嫌なんで、20ポイントほど損するんでね。<laughs> うん、まあまあ。山陽っぽいですけどね。うん さんトーンあンこになってる。はい。ちゃンと下はまあ見えますね。いいンンす今のイい,いシャンテンには多分価値はないです見えないですね。漫画のイーシャンテンではないので。うん、<状>でも確かってますね。はい。2尺で終わらすことは多分ないと思うんだけどな。うん、今んところでも。 漫画マ,マ,マックス手順ではないですよ、うん、まあそうですね見えますさあさんの手が単品系に育ってきました 2>, 2着で終わらすもあるんかな鈴木さん着てるしうんまあでも3色だと津田さんがだいぶ育ってきた育ってます うん、<laughs> なんか今んところ手ないですね,ね、はい、今んところ完全に手合いですねおおこれは鈴木さんすげえいい手になってる、はい、形だけ見るとウーピンですけどまあさすがに9ピンパーピンで打ってみますね、はい、これは大チャンスの手、はいはいね、あれ小室さんがチッ3色と一歩 何ず、九万。どうするんでしょう。ういや大井さん本当にどうするんだろうこれ。今のところは本当にね手なりですけど。そうですね。なんかあのまビーチ、打ちそうなぐらいじゃないですけど。うーん。転売しましたが。うーん。まあこれ三色出てるんでどうないんですか。転売し,し,しましたがですね。どうするんだ積も切っちゃう。 カーワン切リンパワりとあえずであそうか津田さんこれチーかはいチーした後にチーソーかレアンゾーどっち切ればいいかなっていうのも考えなきゃいけないですね多分チーするんですがどっちがいいのこれ守備的なことも考えてなんかチーソーの方が良さそうな気はするなどうなんだろういや,いや微妙かレアンゾーかはい装備引きは偉すぎるしなはい これでくっつきの1層とスーピンのくっつきの形です3層,三層あこれポン、うん、切るとただちゃんたで自分が使いたい範囲ではあるんですけどねロースと小層っていくと一応万が一にちゃんと確かにリーズもちゃんたで足りますねうんいやでも大井さんの思考はちょっとこの曲あんまり拾えないな 何を狙ってるんですかね小木さんがうーんなんか漫画積もろうまあ今はそうしましたがさっきまで漫画積もろうっていう感じの手順ではなかったんですよねそう見えますねあ小室さんが60パーになったこうなったは思い出だも1はい思い出、はい、1はいはいかんちぃピンで面ン,ン3色ですそして 津田さんに試練が。アンパイないじゃん。あ、三層がある。三層三層がこうなると。あ、でも8000打てる。いや、あ、そっか、8000は打てる。まあ。いや、8000打てるけどもや。まあ。けど,けども、けども。一発だけはちょっとね、8000の手が12000に分けちゃう可能性あるんで嫌ですけど、ただ E1 だったらい、いかどうだ僕は E1 いってほしいな、これは。8000なら打てる。うん。 つさも点差確認して安いリーチではないんですが返品いつはない、うん、いつないはいじゃあ行こうい,たーいた大丈夫です取りますさあおいさんは何万引いたいい万自分で使えないことはないけど チーソーチーソーは、致命傷うぞ。当たると。1万2千の可能性があるからってことか。1万2千のほの方が8千でもやばいですね。近藤さんにはまくられるんで。うん、あ大石さん8千打てないんだ。うん。いやー、いいマンを切りたいけど。いいマンにしましたね。きついな三蔵増、3増もあるか。 三増の方がいいのかなもしかしたらあチーピンキャッチしましたゆうさんチーピン山に2枚いたんですが鈴木さんもきつい鈴木さんもめっちゃ苦しいというかこの2位チマジでみんな苦しいな案外津田さんが一番楽くかもしれないいや津田さんが一番喜ぶんじゃないですか、うん、これヤンピン言物、まあ、さっきの分で一応降りて,て、ね、3着3着にはなれる点数になりましたしねで切ります まあこれは別にペーしかなさそうですがもう2発目なんで包丁したいんですかねうんってちょっと思ったかもしれないですけどただまあね単オを拝では包丁できないと思いますよね確かにうわ栗点やったからまあいいか E1 <laughs>、うん、<laughs> 重ねて栗点同級層さすがにちょっとディスカイフィールかそれは <laughs> でも積もったトップですよ積もったらトップやけどリーチしなきゃいけない うん、確かに。小室さんが言ってて。まだそこまでのリスクはって感じですかね。うーん、ー層。一応テンパイですね。パーソー現物でテンパイは取れますが。取ってもしょうがないけど、取ってもしょうがないけど、小層取れないんですよね。そうですね。ソ層取ってない。ああ、きつ。なんだこれ。間を取って一層とか、<お>トン。 トんで復活を見るはあるな。トんで急走引いたときだけ行くああ、ペンサーマンで。パーソー、うん。あ、リーチリーチ行ったペンサーマンで行ったリーチ行きましたね。これは、もう本当に裏がないと。 ダメっね、裏3ですよ、ね。裏裏以上じゃないとダメですよね、多分。裏裏でもいいのか。あそうか、裏。裏裏移動、移動、急走か、ペイか、老僧が裏にいる。条件。急走か、老僧か、ペイが裏にいればいい。急走か老僧か、ペイ。急層ってことですかね。急走全部山にいるしい。急走だけかな、多分、そんなにいそうなのって。ペイはペイは1枚。 場に2枚ですいや、まさん。え、ほんとあ、ほんとだ。じゃあ、9層が山にはいますよ、3枚。いや、これ9層いたらやばいっすけどね。うん。ーペー、これでトーンの山がなくなったここ。ここにいたらダメだ。ここメださあ、そして。 漢字の三万は残り一枚ありますね。上がり前の三万。3枚枚はい。そして小室さんの勘違いピも一枚います。一対一。小室さんは三万勘できません。一三二六2 6ダメなんですよね。一三二六は ?65。六5 <6, S 1> <号>は69<号>。69のリーボー3本だからダメですね。九九、うん。あ、ダメじゃん。じゃあ裏3条件じゃやっぱ。んだからリーズも裏打った方がいいやリーズも、あ、そっかそっかそうだそうだ。 ロソーはいやー。でも大井さんこれ撃ったらマジで喋らんな。リーチボー出したから。あ、でもそれは大丈夫か。チーピンってちなみに ?1 枚。1> 一枚。いや怖いよ。これは見てる方も怖いな。 なんか鈴木さんもいいシャンテンになってるけど。あら、ほんと。巣まで通るんですか大井さんに通る。小池田さんはアンパイは大丈夫。あ、ロピン、危ない。大丈夫。あ,あ、あ、ロピンチサブローソーテンパイ。ね、行った。クスマおすいった、サブローソー太陽ドラドラ。サブロソってないんですか行きました。え、サブローソーが一番強くない サブロッソーはまあまあ、あ、そのことない。サブロが全部ない。サブがないはい。いやー、いったな、鈴木さんも。3着には満足できない。はい。1対1対1だ。1> いや、これでウーワンも切らなくなった。津田さん。ほ、うんまや。か。え<っ>えぐ。ローピン、ローピンは今通ったの。パワン何枚やばいパーワンバサン。一番綺麗。えー、っと、リャンワンも無理やろ。チーソンも無理。 ローピン怖いっすよね。ローピン怖くないかな。ローピン来るのかなサブローピンがないのかいや、あるけど。ユウさんのサブローピンはワンチャンスですか今。馬にしましたね。いやー、これ怖え。これ。いやー、っていうかもう一曲生まれるのこれが。こと可能性は結構高いっすけど。どうだ

でリーボーが3本強択にたまって終わらす2本馬鈴木連ちゃんですいやー大井さんの条件は7500点差4500点差めっちゃ軽くなりましたねうんいやーでも大井さん今のよくいったないやほんとですね大井さんほっといて積もられても3着っすからね下手したらうん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 まあ手作りしてるだろうし羽根積もとかされてもはいっていうのもあったのかなうん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  でドーはスーピンになりましたいやでも津田さんたまんないっすねあれもう一曲やるの何曲やる <laughs> んホにってなりましたルさん取るのテンパイみたいなあさシャーポンだ、うん、おいたから<あ>シャーポンおわんだこれえペイペイ何な,なんてあってるあ<れ>うわっ何だっていやマジかこれ完全に少数詞じゃないっすかはいまああのあこ小さんがトントン持ってる <laughs> あそうそんなの え、トントン持ってても別にいいんだいいよ。まあ、大数子は狙ってない。あ、でも津田さんトン持ってる。これ泣けないから切るだろう。多分トンから。とりあえずトン切って、あ、まあ、一旦 Q1 か。うん、白から。白合わせましたね。シャーからいってるし、一応ケアするんかな。うん、まあ、でもこれでも。っていうかね、何本一かペイ本一でもいいんですよね。ザンクは4500、8500でい,いいので。数なあ、全然小数子いらなかった。すいません。<laughs> 高ぶりました。 まあでもだいぶ狙ってる感じのまあ皮もとりあえず目立たないようにはしてますよね大井さんも本一ですっていう感じにしちゃう場合なんでターツは結構炊いてますはい,いやーそしてつ田さんこれトップを守りきりたいですね本当にう<ー>ん <laughs> ちょっとこの辺面白いけど <laughs> そんな場合じゃないんだ条件ありませんって言われた <laughs> うるさい。アサピンの目なし問題いやーそんな場合じゃないんですって。確かにね。<で>ほんまよで、大井さんの条件は今。3900は4500。でで、同点じゃん。同点積もること。もしかはこれ、天パネしませんかね なんか思想やけど、ね、自力で1つあんこにしたり両方なければまあ打点足りますし、うん、そうですね、問いたいもあります、ね、4, 点差なんやね、今実質実質4500点差で、うん、まあ1000、2000でもいけるなはい、うん、はいそれ以下は無理か、はい、さあ、小室さん小室さんがねでもこうやって場を乱さないように打つと多分ペーブとか出ないんですよねはいはいはい。 こうなると大井さんが仕掛け倒れになりそうですが。うん大井さんもねおっ,っとこれでトーンを切れます。まあこうなると何がどうテンパっても大体 OK、ね大,ね、大体は OK。はい そして津田さんはどうですか、うん、でこれ結構もつれるから、はい、何も持ってない鈴木さんのリーチに大体なる気がするなあ<ー>それありますねそれありますね、うん、このさん泣かしてくれない津田さんもなんかあんまり変な入り切らないってなると <laughs> もうでもじゃあ大井さん的には y o さんが4000オール積もってもいいですかうんまあ トップがね、ゆうさんに変わる奇妙だけど、それ、ね… <laughs> そうすると次、津田さんがピュって1 0点上がったらトップ三着になっちゃうまあ点では無理やな、今今日お宅もあるかあまあまあ確かにねまあまあ、ピュッと、ュッて上がるとピュッて鈴木さんは封筒トップ三着それはダメだよってなりますかねなん <laughs> ちゅう重いハンちゃんやんいや、本当に あの三千6 0 0 0で決まったかと思いきや思いましたよ津田さんもまさかこんなことになるとはって感じでしょうけどいやそもそも大井さんの2千四0 4 0 0 0で結構決まったと思いましたけど、ね、うんその後三3六0 6 0 0 0がありなんとペイの行方そうですね最強戦最強戦の最後の判断見てみたい <laughs> <laughs> まだまだ残り2回やりますけどはいうん津田さん あーあ、でも真ん中だ。おああ、ミキュしゃんなくる。<あ>はい。でだ。で、ど、どっちですか何です枚切るんじゃないかなかいどうでしょう。スピン、はい。はい、別に他のハイがめちゃめちゃいいわけじゃないですけど、やっぱりさすがになんだかんだで一番買いにくいの数ピンなんで、はい,は,いはい。いのはスピンになるんじゃないですかね、多分。はい。ナンペーパーは全部一枚ずつです。あ、これ、統一落としを見せるか どうかもまたあれかもしれないですけど、ただまあ見せますよとついってられないですからね。本当はうん、もう一個泣きたかったと一とし見せない方がいいんですが、そもそも今の時点で泣かしてくれるのかっていうとあれですね。はい。 プラスさんなんだあれってなってるでしょうねうん9万,9万単葉の方ですかまんずだあ来た地域パーマンおおあっとみつといとい天杯なんとペイのシャンポンです <laughs> これは出上がりでトップなんとペイ山に1枚ずつです <laughs> 条件満たしましたよ これは、大井さん来たか。場に2枚で。場に 2>, 2枚あ、違う、場に2枚じゃない。山に2枚で、撃、はい、ちそうな人はいないかな。ユンさん撃たないと思うんだけど、さすがにあのスーピンリ糸通しミサイルと多分。ラス撃つと、ラスにはならないか。もうなんか役はほぼ。いや、なりますね。ねはい。役なんだよって考えたときに、スーピンとト通しって条件満たしてるのて多分、こういう自敗絡みの。

たらやばいな大体終わっちゃいそうだなこの曲でチートいいシャンテンーいやー読みで切れそうな灰はあるとは思いますがいろいろまあでも9層もチーピンも現物ですよ、うん、チーピンチーピンとかチートイだとまあまあ上がりそうだったりするんですよねあなるほどね なんで、まあ、農村とか行ってると結構良かったかもしれないな。もしかしたら。はい,はいはいはい。さすがに、物理的に当たるんでしょう、みたいな。<laughs> うんうんうん。条件的に。スピンと糸とし,して、スピンもう2枚持ったら面白いけど、そんなことあんのかな <laughs> <laughs> うもう2枚持ってたら約何、何よ。うん。めっちゃゃうん。役がない。ええと、あとは。 <laughs> えもうそれ8000にして <laughs> <laughs> ないか。<laughs> お,お<い><あ>っ、あっ,っ、スタッフパソ。パソうわーってことは、うん、終わんないのこれ。いや、パソーはウソ多いの現物。いや、これウソを切るかもしれないな、福田さん。ユーマンだいあっ、ンンウーマンはそうかそうか。今、ユーさんもね、現物なので。小室さんはパーソーがパソーが危ないんですが。 ヒアするかなあんましないと思うんだけどいやそうですよね、パスアブないよチーピンが先ですね、うん、テンパった七ピンうん、まだ、あ、7ピン取ってる3増からまあ今,今、今通った,通った、はあ、どうだただ3枚、どう3枚 いやこれ何が優さんのとこに行かない限りもう一回続行になるか。まあ、大井さんが積もってもですけど。え、これ、イーソー、パーソー、えパーソーだ。ああ、優さん上がった。はい、2900は3500。35続行。ひ <laughs> ゃ ォロス3本馬になりますそして京卓のリーチ棒がなくなったんですが大井さんの条件はあそっかでもさっきの天敗能点があるので8千で上がりですね7五差,差なんでまあ3本馬なんで一三二六でいけるんですねまずかう<で>さんのトップも見えてきましたラ、うん、は3ピンなに何な何このおろすってこんな長くなる 予定だったんですね。うさんが三着を良しとしなかったことで忘れましたね。はい。お何, <laughs> 何この問イパーななな何だこれ少数詞今度こそ少数詞。今度こそ少数詞でいいですかまあ、とりあえず、飛んだん本一ですかね、また。<laughs> さっきとも似たようなこと言ってるけど。いや、もうちょっと今回の方が少数詞感ある。うん でとりあえずトンキル、ポンする、ポンする、<laughs> するパーピンキル、イーワンキル、パーピンキル、チャンタもある。ヤクヤクチャンタでもいいか。大井さんは、ヤクヤク。ペイは、楓木さんは持ってない。 薬薬ドライチ。テンパねさせれば。はい。詰いまればね。パンとかもありっすね、あ。おうお,うおう。これはまあとん、この後言い忘れますね。はい。いやあれ <laughs> なんだこの曲 <laughs> 大三言ありますか大三言 <laughs> 名門チートかもしれないけど <laughs>。いや、もう小室さんの立場だと、大三言でしょう、うん。でしょうね。ちょっと二枚目のチューンだけポンしていいですかね。大井さんは、とりあえずは手乗り、てな ローソウ。残すかな言えますうん、今、数層ね、3見えになったんですよ。なんで、関連像固定も面白いですが、一応フォローしましたね。ペイは、大井さん、ポン。大さん、ポン。本一もありますね。はい。まあ、本一だったり、2つポンしたり、ドラ重ねたり、関したり、いろいろです。はい。いろいろあるんで、ポンしました。 これ3層ってポンするんですかもし3層放たれたとき。3層がね、何に、1枚切れてるんですか、ね、?1 枚切れてるのか。じゃあダメか。可能性あるけど、ただまあ、インパチンになる可能性あるから、なくかもしれないけど、ね、わかんないですね。で、て天ン一旦天敗えドラインチですね。2000は2900。えっ、ー、と、7500ダメですね。 まあ、その伊ウさんが迫ってきてるので2着よしっていうのはしないでしょうね多分わかんないけどああ <laughs> なんポンあでも津田さんの仕掛け自体が結構無理くりの仕掛けなんでこんなんいらないかな一旦 <coughs> リャンマンイーマンとかそうですねリャンマンイーマンかもしれない後のこと考えるとリャンマンイーマンねだいぶ安イなんですけど大井、うん、さんが仕掛けてるからな急走急走かもしれないですね はいはいはい。なん、切た。おーっと、<ン>これはポンだ、ゆうさん。これでゆうさん、天アンソ層待ちの、二役、本一、チャンタうん。二役、本一、ちゃんた。两層、うん。山に、三枚。はい。これは。1位だ。さあ、津田さんも、チーマをチーして。まあ、リアンはいいわんでしょう、さすがに。3腕三桂なんで。はい。はい いやなんかすごいなこれ大井さんあ上がりましたねはいペードラ1500選は8001300ですはいもうさすがにゆうさんがちょっとやばかったんで最悪をとりあえず回避しましたねはい3着落ちが最悪ですもんねまだ一応大井さんのほが上ですしそうですねということで3半チャン目トップが津田2着大井3着が鈴木 4着、小室ということになりました。いやー、なんちゅう濃い半ちゃんだ。はい,はい、ね。こういう状態で選手に、さっきのどうだったんですかね、聞,ね聞くのも聞きづらいですけどね。はい、ただ、大井さんの点3ワンリーチの曲だけはまず聞きたいですね。はい、はいはいはい。何そうですね。<laughs> はい、残り2半ちゃんで、決勝進出の2名が決まります。はい CM の後になりますね、一旦 CM です。